はい、ありがとう。もう5時か。いや、今日はほんとあっという間だったな。現在日本は夜中だ。約7時間ほどの時差がある。青葉、体調は大丈夫か？今んところは。もうちょっとしたら眠気と疲れがどっときそうだけどな。青葉とレン、お疲れ、お疲れ。そしてようこそ。ありがとう。ありがとう、ウサギもどき。あのさ、ノイズ、前も聞いたんだけどさ、やっぱり気になるからまた聞いていい？何？お前のオールメイト、もうちょっといい名前つけてやらね。なんで？いや、ウサギもどきって呼び方、あんまりにもあんまりな感じがするからさ。気になるか？ウサギもどき。気にしたことないよ。だってさ。いいのかな、それで。どう思う、レン？俺たちオールメイトは名前に対して思い入れを持つようなことがない。だからどんな名前だろうと気にしないが。そっか。でもな、そんなに言うならあんたが何か考えてよ。俺は別に何でもいいから。え？っていきなり言われてもな。まあ、わかった。なんか考えとくから、思いついたら言うよ。ああ、ところで明日からのことだけど。ああ、うん。さっきも言ったけど、ここに来て早々いきなり働くってのはできないだろう。まだ何もわかんねえだろうし。そうだよな。だから明日からしばらくはこの国に慣れるための勉強、準備をしてもらおうかと思ってる。準備？そう。基本的な言葉や習慣は本を読むか、コイルやオールメイトを使えばどうとでもなる。でも頭で知ってるだけなのと実践とじゃ体感が全然違うだろう。だからできるだけ外に出てこの国の空気に慣れてほしい。あと一応、これは個人的にはあんまり教えたくないことなんだけど、うん、俺の家的に上流階級のマナーとかそういう変なのがあるからさ、それも一応教えとく。ああ、なるほど。本当は知らなくていいと思うんだけど、何かあった時にあんたに嫌な思いさせるわけにいかねえし、当面の間あんたの仕事はこの国になれることだ。でも焦んなくていいから、あんたのペースでやればいい。なあ、って言っても早くなれたいから気持ち的には焦っちゃいそうだけどな。で、一応参考資料になりそうなものをいろいろまとめといた。え？ほら。うわ、すんごい量。ノイズってもしかしてすげえ勉強か？ありがたく使わせてもらいます。でもお前なんか教育パパになりそうな感じだな。は？ならねえし。何言ってんの？いやいや、物の例えだって。なんだ、あんたが子供産んでくれんのかと思った。で、産まねえし。つうか産めません。知ってる。ですよね。まあ明日から頑張って。ああ、頑張る。ありがとな。あと、あのさ、ん？俺がいろいろ慣れてきて仕事探すってことになったらさ、相談していい？どういう仕事がいいとか、なんかそういうの。なんで？お前んとこって頭良くないと無理そうなイメージだし、それに仕事まで世話になりっぱなしってのもな、頼りっぱなしじゃん俺。何？そういうのあんたらしいよな。それはだって俺
一応年上だし。そんなの気にしなくていいのに。俺らこれから毎日一緒なんだし。まあそうだよな、一緒に住むわけだし。嬉しい？え、またそういうこと聞くし。俺は嬉しい。あんたは？嬉しいよ、当たり前だろ。そう。残念。何が？このまま押し倒したいとこだけど、この後レストランにディナーの予約を入れてる。え？ディナー？街を案内しながら店に向かうから、準備あるならしてきて。わかった。服はこのままで平気か？なあ、ドレスコードのない店だし。でも、ん？いや、そのうちスーツ姿のあんたを押し倒したいと思って。何言ってんだよ。とりあえずカバン取ってくる。どうした？いややっぱ来たばっかりってのもあると思うんだけど、なんか集中力が続かないっつうか。朝はだいぶはかどっていたようだが、違う内容の本に変えてみたらどうだろうか。それもありだよな。とりあえずこの国の歴史から知っとこうかと思ったんだけど、いきなり2時間も3時間も読み続けるのはちょっときついか。やる気だけはあるんだけどな。昨日は何度か目を覚ましていたようだな。体は疲れているから寝たいんだけど、眠りが浅くて目が覚めちゃうんだよな。んで一度起きちゃうとしばらくゴロゴロしないと寝らんねえし、やっぱ緊張してんのかな。まだこちらへ来たばかりだ、慣れないのは無理もない。まあな。はあ、朝起きたらノイズはもう仕事行っちゃってたしな。朝飯作りたかったんだけど。いや、ノイズは起こしに来ていたようだな。え、そうなの？ああ、その時アオバは一度起きて俺を起動したようだ。だがその後にまたベッドの中へ戻っていた。マジで？全然覚えてねえ。寝ぼけていたんだろう。ノイズはあとはよろしくと言って部屋を出て行った。うわ、俺最悪。青葉を無理に起こしたくなかったのだろう。とは言ってもさ、なんか自己嫌悪。レン、今何時？12時前だ。そっか、もうそんな時間か。腹減ってきたし、なんか食おうかな。気分転換に外へ出てみるのはどうだろうか。外へ？ああ、言葉の翻訳はコイルがあるから問題ないし、ノイズもできるだけ外へ出た方がいいと言っていた。そっか、そうだな。集中力も切れちゃってるし、確かに気分転換した方がいいかもしれないな。よし、そんじゃちょっと外に出てみますか。レン、サポートよろしくな。任せてくれ。
なあ。どうした、青葉。当たり前だけど、やっぱ違和感あるよな。歩いている人も、建物の雰囲気も、日本と全然違うし。昨日は慌ただしかったから、あんまり感じなかったけど、一人でこうやって見てみるとさ、異世界にでも紛れ込んじゃった気分つうか。これは間違いなく現実の世界だ。わかってるよ。そんな気分ってだけ。そういやさ、昨日ノイズがなんか言ってなかったっけ？観光がどうとかって。ああ。ノイズが観光に適した場所をいくつか教えると言っていた。そのマークが入った地図がコイルに届いている。そうなんだ。じゃあ、早速見てみようぜ。お、ほんとだ。地図にポイントがついてるな。博物館がたくさんあるのか。へえ、面白そう。あと、宮殿か。すっごい古いんだろうな、こういうの。周りがどんどん新しくなっていっても、ずっと守られているんだろうな。あとは、動物園もある。なんか意外。何が意外なんだ？いや、だってノイズが動物園ってさ。他は図書館とかそういうのばっかりなのに、ちょっと可愛くね。青葉が言っている可愛いの概念が不明だが、確かにノイズの性格を考えると珍しいと言える。だろう。あいつオールメイトがウサギだったりとかさ、意外と可愛いもん好きなんだよな。しかも本人自覚なしで。ま、動物園は置いとくとして、今は昼飯食える場所だよな。青葉、ノイズがマークした場所にはカフェもあるようだ。お、そうなんだ。あ、これか。ああ、動物園の近くだ。ここからそんなに遠くないみたいだし、とりあえず行ってみるか。了解。うまかった。ごちそうさまでした。あっという間に食べ終えたな。このカレーとケチャップのかかったソーセージ、すっげーうまかった。カリーブルストというそうだ、青葉。それそれ、一緒についてたポテトもうまかったし、昨日ノイズに連れてってもらった店もうまかったんだけど、結構高そうな店で緊張してたからさ。こういうフラッと入れるようなとこだと楽でいいよな。確かに。昨日は俺も店内で少し浮いていたような気がする。ああ、他の客のオールメイトだろ。綺麗な毛並みの犬とか猫とか、宝石つけたインコとか、みんな上品なのばっかだったもんな。ああいうの見ると、つくづくノイズって変わってるんだなって思うよ。金持ちの常識のなさみたいなのはたまに出るけど、基本的にあんまり気にしないもんな。そこが彼の長所でもある。確かに。よし、腹もいっぱいになったし、そろそろ戻って勉強の続きでもするか。ああ。な、なあレン、あの屋台なんだろう。すっげえいい匂いする。プレッツェルを売っているようだ。プレッツェル？人気なのかな。列できてるけど、ちょっと並んで買ってみるか。まだ食べるのか、青葉。デザートってことで。列の進み早いし、意外とすぐ買えそうだな。どうした？あの店って、今、俺が飯食ったカフェだよな。ああ。今、店に入ってったの、ノイズか？いや、人違いかな。それらしき人物は見かけなかったが。
なんか横顔が似てたんだよな。でも違うっちゃ違うような。一瞬しか見なかったしな。まあいいや、後でノイズに聞いてみよっと。